ジアセチル、ジアセチル、ダイアシートル、i u p a c 名に、酸部タンジオンに、酸部タネジオネは、二つのアセチル元が、カルボニル元の炭素同士で結合した、有機化合物である。ジケトンの一種で、化学式調で表される。醸造業界では、ダイアセチルとも呼ばれる。特徴的な香りを持ち、発酵飲料、食品の品質に、大きな影響をもたらす。 因果性であり、特に空気との混合蒸気は爆発性を有する。消防法による第4類危険物、第1国有類に該当する。2013年11月18日、主に50代以降に見られる、加齢臭ではなく、30代から40代の親父臭の原因物質であることが、マンダムによって特定された。皮膚ガスの構成成分の一つである。 酵母や乳酸菌などの微生物による発酵の際に生成するほか、コーヒーなどの原料の加熱処理の際に炭水化物の分解によって生じる場合がある。酵母細胞内でピルビン酸とか性アセトアルデヒドとが PH8、アセト乳酸合成酵素による縮合で、バリン性合成の中間体としてアセト乳酸が生成される。アセト乳酸は酸化的脱炭酸分解により、 ジアセチルとなる。ジアセチルは酵母により、アセトインに還元されるため、活性の高い酵母が存在する場面では、ジアセチルは存在しにくい。アセトインはさらに、アセトインリアクターゼによりに、三部単次折に還元される。この反応と、並行して、スレオニンが、脱アミノ化して生じたニケトラク酸と、活性アセトアルデヒドとか PH8 アセ、乳酸合成酵素により、 イイソロイ新生合成の中間体として生成された、アセトヒドルキシラク酸からに酸ペンタンジオンが生成される。1920年代に乳酸菌によりジアセチルが生成されることが明らかになった。当時はアセトインの酸化によるものと考えられていたが、現在では1959年にドマンが証明した酵母の場合と同様に、 乳酸菌により生成されたアセト乳酸の酸化的、脱炭酸分解による経路と、1968年にコリンズラが提唱した、アセチル COA と活性アセトアルデヒドの生合成による経路の二つが考えられている。後者については現在でも議論がなされている。乳酸菌細胞内でのアセト乳酸生成は、PH6 アセト乳酸合成酵素によるものであり、 アセトニュ酸の生成量は酵母に比べて多いが、アセトヒドロシラク酸の生成量は非常に少ない。人工的にはメチルエチルケトンにアショウ酸ナトリウムと塩酸を加え、加水分解して製造される。ジアセチルは強いバター様、チーズ様の匂いを持ち、低濃度では群れたような匂いを発する。共存する物質により異なるが、便物遺棄値は低く。 製品中0 1ラム、l 程度の濃度で問題となる。2.3ペンタンジオンも同様の匂いを持つが、揮発性が低いために多いは弱い。一般に発酵バターや一部のチーズなど、乳酸発酵により製造される乳製品には不可欠香りであるが、種類などアルコール発酵により製造される飲食品では好ましくない異臭とされる。 発酵バターにおけるジアセチルの最適濃度は 2mgL とされているが、日本では 0.5mgL 程度のものが好まれる。後期生成菌によるジアセチル生成促進のため、クエン酸が後期生成菌の増殖、アセトアルデヒドの減少促進のためマンガン塩が添加される。カッテージチーズなどの非熟成チーズでも適度のジアセチル臭は好ましいものとされるが、 熟成チーズにおいては、熟成期間中に、ジアセチル臭は減少し、熟成チーズ特有の風味が強くなるため、ジアセチルは、あまり問題とならない。ヨーグルトや乳酸飲料の場合は、ジアセチル臭より、アセトアルデヒドの香りの方が好まれる。ケフィアは、発酵に酵母を使うため、ジアセチル臭、アセトアルデヒド臭とも消失する。の醸造において、 発酵途中での細菌汚染を不増、露化工程後の乳酸菌汚染を日落ちと呼ぶ。精子酵母は、ジアセチルの還元能力は高いが、不増や日落ちにより生じるジアセチル臭は、つリコン、日落酵と呼ばれ、あってはならないものとされている。アセト乳酸生成を早期に集結させる、アセト乳酸の分解に要する期間を十分に、取るなどの方法により、ジアセチル臭発生を制御している。 また、露過後の酵母の添加や、加酸化水素、活性炭処理などにより、ジアセチルを除去する方法も取られている。ビール醸造の場合、全発酵段階の前半で生成したアセトニ酸は、全発酵後期には減少し始める。発酵時の爆汁の温度が高めであったり、酸素の供給量が過剰だと酵母がバリンを消費し尽くし、バリンの持つ、 アセトニュサン合成酵素に対する阻害効果が損なわれるため、アセトニュサンの生成が増える。このため、発酵開始時の温度をできるだけ低めにする酵母を一定限度以上増殖させないなどの対策が取られている。ワイン醸造の場合は、一時発酵段階では、ブドウ果汁の窒素分が少ないため酵母の増殖が早期に終了する。そのため、 アセトニュサンの生成も早期に終わり、ジアセチルは酵母によってアセトインに還元さ消失する。熟成段階においては、乳酸菌によるマロラクティック発酵により、ジアセチルが生成する。赤ワインでは濃度 4mgL 程度であれば、香りの成分として有用であるが、清涼感が求められるシードルでは、ない方が良い香りとされている。食図においても、 日本では、蒸れ香、つわり香と呼ばれ、特にドレッシング用では好ましくない匂いとされている。ただし、寿司、漬物用の米酢では、わずかな、ジアセチル臭は好まれる。日常より、匂いの強い発酵乳製品を摂取している。欧米では、ドレッシング用でもジアセチル臭の強い酢が用いられる。また、中国でも、肉料理に合うとして、ジアセチル臭の強い酢が使われている。 食品用フレーバーとして、マーガリンやバターチーズ風味のスナック菓子、ワインやビネガーなどへの添加、ラベンダー油などの合成精油の調合に用いられる。最終製品における使用濃度は2.5から 35ppm。復量として、ジアセチルを使用する工場の労働者において、閉塞制裁機関支援が発症することがあり、ジアセチルとの関連が疑われている。 半数致死量は、ラットに経光投与した場合 1.58g、キログラム、ウサギに経費投与した場合 5g、キログラム以上。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。